どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。続きいきましょう。お、彼が帰還する。あ、片翼オレンジの二杯はくたびれ果てている。彼の孫娘たちが彼に手を貸した。15歳と10歳の姉妹、アグレッサーと対決させて運動神経からデータを吸い上げるプロセスでも彼は常に消耗してきたが、今日は肉体年齢があらわになっている。自分から採取したデータで飛ぶ無人戦闘機の損害が開戦直後よりも次第に増えてきていることを知ると、ミハイは前線の戦況を自らの目で確かめるのだと言い出した。はあ、年齢のせいだけではない。あまりに長すぎる飛行時間ゆえに超航空の過酷な環境にさらされ続けた彼の体は痛めつけられ蝕まれていた。だが彼は粘り強かった。今日彼は28年ぶりに戦闘を行った。あのスーツでも無理ならだとすると、彼は実戦ではどれほどの G をかけて飛ぶのか、我々技術人の予想を上回る飛行を行っている。我々の無人戦闘機にはまだまだ改良の余地があるのだろう。懲罰部隊がどう懲罰的かって、ここが腐った場所だからさ。世間のあらゆるところに必ず潜む腐敗の匂いが、ここでは普段呼吸する空気そのもので窒息させにかかってきやがる。ここには何種類かの生き物がいる。ダニのような感触と、獰猛な犬と、懲罰兵のメカニックだ。ああ、それからネズミと、懲罰兵になって空を取り上げられた搭乗員もな。操縦の腕前はいいんだが手癖の悪いやつ、博打しか頭にないバカ、根性ないくせに政治犯気取りのやつまで。こいつらは時々地上でエンジンを吹かす係だった。エルジアの偵察衛星からは赤外線で見えてただろう。防空用の本物の戦闘機なんてここには何機もなかった。前の戦争で負けて以来、エルジアにはもう偵察衛星なんてないはずだろうって。ああ、代わりに優秀なハッカーを育てて、今はこっちの衛星の半分は連中の目になっちまってたんだ。私はたびたび脱走を試みた。その都度犬どもの世話になり衛星に入れられた。中にいる間は監視の部屋から聞こえる声がいい慰めだった。そう、みんながファンになったのは敵国エルジア放送、自国民を鼓舞するエルジアの王女様の声だった。囚人だけでなく監視どもも敵の王女様のファンになっていて、王女様の出演時間にはボリュームを上げた声があちこちから聞こえてきた。敵はこっち側よりよほどまともに戦力や労働力を得られてるに違いない。王女の言葉には何にも増してその通りだとうなずきたくなる誠実さがあり、最近ではユーモアと華やかさが加わってきた。それに引き換えこっち側ときたら、王女様がオーシアの火を指摘するたび囚人どもは燃え上がった。ここの囚人たちほどオーシアの非道を実感している者はなかったからな。オーシアをやっつけろ、王だ。私はこんなところで汚い空気に窒息させられるつもりはない。ダークブルー、エルジアを欺瞞するためのまがいものじゃなく、大空を飛べる戦闘機を組み立ててやる。私にはそれができる。おお、東大森レスキュー。なかなか言うよね、その戦闘機を組み上げてやるって。相当だよ。アーセナルバードによって強化された敵正面防空網突破を困難なものとして。はあ、はあ、だが我々は何としてでも速やかに軌道エレベーターへたどり着かなければならない。まあな。そこで救援を待っている存在がある。それは環太平洋戦争の英雄で、軌道エレベーター建設の中心人物でもある。ハーリング元オーシア大統領。なるほど。ハーリング氏は軌道エレベーターの視察中、海戦に遭遇した。
施設を占拠したエルジア軍との戦闘に巻き込まれたものとして最近まで消息不明となっていた。うん。だが最新の情報によればハーリング氏は同行していた武官の働きにより施設内で身を隠し脱出の機会を伺っているらしい。へえ。軌道エレベーター周辺は敵の対空レーダー網が配備されており大部隊の移動では察知される可能性が高い。そこでまず短期が敵警戒エリアを抜けそのすぐ後を救出部隊が追う。軌道エレベーター周辺には無数の対空レーダーが設置されている。調査により都市セレタプラ東南の海岸線沿いが一番監視の手が薄いことが判明している。敵の目を盗むならそこしかない。また今の季節は多くの雨雲が出る。雲の中を飛行することでレーダー網から隠れることもできる。万が一敵のレーダー網に発見された際には作戦続行は不可能だ。本作戦の短期突破はトリガー。嘘でしょ。突破後は救出機の着陸地点。あ、かっこいいこのエンブレム。すぐにゴーレム隊含む後続部隊が到着する。合流後はハーリング氏を運ぶ救出機の援護をしろ。幸運が君たちの上にあることを祈る。じゃあ次準備しましょうか。とりあえず、またちょっと、開発3、どんどん新しい機体を解放できたらなって思うんだけど、微妙に金がねえ。ミグはダメか、まだ。あ、買えるわ。ラスターしか、中型戦闘機。はぁ、あ、はぁ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 。ま、と、あ、どうしようかな。とりあえずいいか、このまま。はいはいはい。高い戦、格闘戦が、できること。なるほどね。買っておくか。ミグ、29A。新しい機体でございます。さらに、ラスターチか。おー、これまたかっこいいね。はい。そして、新しく、はい。ロールスターブ。それじゃあ行きましょう。スタートミッション。機体はもちろん新しい機体、こちら。ミグ 29A、ラスターチカ。ラスターチカか。ごめんなさい。なんか俺、ラスターチカの方がしっくりくるからさ、つい。あー、なるほどね。はいはいはい。必中の、ハイパワーエアトゥエアミサイル。エアトゥエアなんだね。AA の略っていうのはつまり。というところで次回行きたいと思います。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。